はい、演習12番です。ここでは有解な無限の数列 AN は収束する部分列を持つことを示しなさいという問題です。結構難しいですね。ですが、まあ、言われた通りに、なぞってみましょう。数列 N が有解である、有解ですね。ということは上解と下解があることを、まあ、有解というわけですが、まあ、上解、下解を用いて、式で書きなさい。ただし任意の N で始めましょう。じゃあ任意の N、 どの番号も AN が L よりは大きくて U よりは小さいと、まあ等号かもしれません。はい、どうぞ。それで12の2に行きましょう。L1 を L と置く、それから M1 を L たす H 割る2と置く。 H ではないですね、これは U ですね。同じ間違いを何箇所かしてますね。それから U1 を U と置くと、ちょっとこれに絵描きましょう。L があって U があって、平均を取ったものを、まあ、これを L1 と、真ん中が M1 と U1 と、こうきます。2つの平区間 L1M1 から M1U1 の少なくとも一方には無限項の数列が含まれる。なぜならば、なぜならば2つの部分列 AN と L1、 要するに、AN の中でここに入っている数列の要素、それから AN の中で、こっちに入っている数列の要素とがいっぱいいくつかあるわけですが、両方が有限個だとすると、であるとするならば、そうすると、まあ、数列 AN が、まあ、有限の数列になってしまう。そうですね、で、やはり矛盾を起こすからであると、まあ、一応有解ではあるけど無限数列と言ってますんで、そういうことですね。で、これでですね、まあ、ちょっと注意しておくのは、値が有限項ということではなくて、AN というのが有限項ということですね。重複があったら重複は、別々に数えて、それで無限項あるというようなことを言っているわけです。それで、ちょっとこれ邪魔だから、これ U2 ですね。さて、2つの平区間 L1M1 とから M1U1、 これですね、のうち無限項のののうち、無限項の数列が含まれる方を、じゃあこっちが例えば U1U2 だとしたら L2U2 と、ここを L2U2 とするか、だから2つの場合があって、L1M1U1 と、でここを、L2U2 とする場合と、ここを L2U2 とする場合と、2つ可能性があるわけです。どっちか無限項の方を、無限項を含まれる方を L2U2 としましょうと言ったわけだから、その時これを示せ。で、これは、これなんかだと、L2 というのは、L2 は L1 または、L2 は、M1。L2 は、まあ、M1 になるか L1 になるかですね。で、これは、M1 というのは L1 よりは大きいですから、ゆえに、L1 よりも L2 は大きいですね。から U2 というのは、この場合は U1 と同じですか、 U1 または U2 は M1、まあ、下の場合は U2 が M1 になるわけですが、でこれは、U1 よりは小さいですから、ゆえに、U2 よりも U1 の方が大きいということになります。まあ、これだから、L1U1 という平区間に L2U2 という平区間が含まれていることになりますね。そういうことを意味しています。
さあ次12の4ですが、M2 を、L2 と M2 のさらにここに M2 というのを置こうというわけですね。で今度は L2M2 と M2U2 のどちらかには無限個の数列が含まれていることが分かる、まあ、さっきのここと同じような感じですね。その無限個の数列が含まれる方は L3U3 と置くと、じゃあここを L3U3 と、まあ、どっちか分かんないですよ、まあ、どっちかだろうけど、まあ、今例えばこっちに目を描きますけどと置くと、で同じ手順でまたこれを半分個にしてどっちかとか、また半分個にしてどっちかとかを順次定めていくことにすると、 L1、L2、L3 が単調増加列であることを示せる。でこれはまあここと同じようにやっていけばいいので、N たす1は N または N たす1が N と、まあ、どっちかですから、ゆえに LN よりも LN たす1の方が大きいよと。でこれは、まあ、任意の N について、これが言えているので、そういうことを、まあ、単調増加であるというわけですね。でこっちも任意の N について、UN たす1というのは UN であるか、または UN たす1は MN ですから、ゆえに、どうしましょう、 UN、 こっちと向き逆に書きますかね、 UN たす1と今度は減っていると、なのでこれは単調減少列であるということが言えます。はい、さて次は、はい、じゃあ12の5に行きましょう。 L1 点 L2 L3 点々が上に誘拐であることを示しましょう。L1L2 点点点は、単調増加列なんですが、もともと L1L2L3 とこう、こう区間がこうどんどん小さくなっているので、この左側が L1 とか L2 とか L3 なんですが、それはこの U1 よりは必ず左側にあるわけです。なので任意の N について LN は U1 よりは右、左側にあるので、より上に誘拐と。で、まあ、同じように考えればですね、任意の N について UN というのは L1 よりは右側にあるわけですから、より下に誘拐と。まあ、ここで一応断ってときますかね。でも言えと言ってないので、L1、L2、L3 点点点は上に誘拐かつ、単調増加率ですから、これとこれをこう合わせると、まあ、実はまあ収束するということが言えます。それから、こっちは単調減少列で下に誘拐なので、まあ、これ自身はちょっと演習ではやってないですけど、まあ結局、こっちと同じ論法でですね、これも収束ということが実は言えているんですが、それは後で使うことになると思います。